えー、こんにちは、黒岡哲史です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、曲の覚え方どうやって覚えてますかという質問もありましたので、やっていきたいと思います。まずはですね、基本メロディを歌えるようにするってことですね。やっぱメロディを歌いながらドラムを叩くとすごくリズムがこう吸い付くみたいなんですよ。だから、まあ、カレン・カーペンターなんかもそうですけど、じゃあ、ドラムだけ取ってみて、こうやってみると結構不均等だったりして、ただその、 メロディーにすごく吸い付いてるんで、むしろ本当にその方がいいみたいなね。やっぱりすごい評価高いと思うんですけど、僕も素晴らしい。歌いながらあのリズム叩けるって本当にすごいかっこいいと思いますね。えー、で、実際にあの彼女がソロでやってるやつとかもね、あのドラムソロがや,ってやりながら歌ってるやつもあるんだけど、非常にうまいですよね、ドラム自体もね。だからあのー、やっぱりそのメロディーにこう、やっぱ吸い付くみたいな形ということで、えー、まあメロディー歌ってると、 基本メロディーが実際にこう、フォームを間違えたとしてもついていけるんで、やっぱりメロディーと一緒に歌うっていうのは心がけてます。僕、すごい自分で本当に音痴だなと思う時が多いんですけど、皆さんも多分気づいてると思いますけど、かなり音痴ですよね。だ全然関係ないんですよ。別に、あの、歌のインドネーションが合ってればいいんでね。で、書き出してフォームを理解するってことで、えー、やっぱりこう、なんか地図みたいにこう進行、 だから僕もなんかいつも頭で思い浮かべるときは、譜面のこの辺に今いるな、みたいな感覚なんですね。で、それがなんか、えー、っと、イメージ的にはこう、若いときって、譜面をずっと頭の中でこう思い浮かべてて、演奏がこっから見えてるんだけど、ほとんど見えなくて、今ここでここでここでって考えてるんだけど、本当にね、感覚的に譜面がだん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 だ下に降りてきて、 カーナビみたいになってきたっていう印象がすごいあった時期があるんですよね。だからカーナビ、今もそうですね。この、なんか右下の方に見えてるみたいなイメージで、で、チラチラ見ながら今この辺だな、みたいな。で、こう、他の人の音を聞いてるっていう意味。これが下がってきたから他の人の音が、やっぱり演奏してる時に自分のやってることがアップアップだったら、譜面でアップアップだと、やっぱりうまくいかないですね。なので、 書き出して、なんかこう地図みたいな形にするとうまくいくんじゃないかなっていうふうに思います。で、イレギュラーな場合は過不足な小説を理解しておくってことですね。この辺ちょっと、えー、しっかりやっていきたいと思います。それでは始めていきましょう。えー、基本はですね、メロディを歌えるようにしておくということでですね、メロディが歌えるとキメも自然に終わります。なんかこう、メロディに合わせてメロディを生えるためにキメができているので、たった、じゃっつ、じゃー。ジャッツジャーン あららたガッパッツって聞こえてくる感じになるんですよ。だから、記名が何小節目にあるとかっていう風な数字で覚えてるんじゃなくて、これはやっぱりこの、えー、メロディーに主体に自然に覚える。だからメロディーが、 こう、入えるように、こう、作られたやつが残っていくので、こう、メロディを歌えると、キメも自然に覚えていくんじゃないかなっていう感じなんですよ。だから、こう、数値で覚えようとすると、本当にうまくいかない。例えば、これ、英語でやってる時に僕、すごく感じたんですけど、日本人ってどうしてもこう、なんで、数字的に覚えようとするじゃないですか。例えば、僕はよく説明するときに、1本、2本、3本、4本、5本、6本、ポンって何万番目にいきますかってじゃあ、言っていくと1本、でしょポン。2、3、4、3本、4本。 5本、6本、6本、7本、8本、6、8、1、6、8、9本、10本、16、8、10なんですよ。でも、16、8、十0なんていうのは覚えたことないですよね。要は、流れが綺麗だから覚えるんですよ。だから、ポンになるわけですよ。だから、こう、えっ、ー、と、ヒーヒーズヒムとか結構覚えるんですけど、そういう覚え方もまあ、ありちゃありなんですけど、そういうふうに覚えてしまうと、覚えさせられてる感じになるんで、結局、その、 その瞬発的に出てこないじゃないですか。で、あの、3段階の S とかは、He が主語だったら、He has とか C has とか、それを100回発音したら、自動的にもう、He と C の時は h a s になるんだっていう風に覚えると思うんですね。だからその、なんかこう五感で覚える感じ。だからこれもそうで、メロディーを歌えると、自動的にその自然なキメも覚えていくって感じですね。音痴でも大丈夫です。もう本当に、さっきも言いましたけど、僕も相当音痴なんで。でアラン・ドーソン、 さん、僕の、えー、師匠の師匠になるんですけど、あのうそさんの、え授業っていうのが、あのー、本に載ってたんですけど、よくこう、ルーディメントやるじゃないですか。で、ルーディメントやるときに、じゃあ、サテンドールを歌いながらやりなさいと。で、ダーララララ、スターララっていうのをこうやって歌いながら。で、こっちがちょっとミスっても許されるんですけど、メロディの方も間違えると、ね、A、A、B、A だったの、B が、 一個早く来たりとかすると止められても最初からみたいな感じになるんですって。要は結局メロディーを歌いながらいろんなことができる。要はメロディーがちゃんとあって他事とでやりながら自分のドラムの歌が別個に。まあこんな感じですね。だからメロディーを歌ってたらよく言うんですけどメロディー歌ってたら何もできなくないですか。メロディーユニゾーンになっちゃうじゃなくてメロディーを歌いながらもう一世別で歌うってことができなきゃいけないって感じですね。 で、音楽の3要素で一番メロディえ、リズム、メロディー、ハーモニーってある中でメロディーが一番強いって言われています。僕もそう思います。だって悲しい時があった時、リズムパターンを出す人あんまりいなくて、ドン、パン、ツクドン、ドン、パンみたいな、いないじゃないですか。ハーモニーも、まあ、流れるかもしれないですけど、やっぱ歌うのってメロディでしょ。で、メロディーには、えー、っと、分散和音っていうハーモニーの要素もあるし、えー、リズムも含まれてるんで、メロディーの一部分を を取り出したものが僕はリズムだと、えー、ハーモニーだと思ってるんですね。で、そのメロディーっていうのが歌だけあれば人は結構ちゃんとか、なんかその、なんていうの、音楽が入ってくると思ってるんで、やっぱメロディーを覚えるのが一番かな、みたいな。メロディーを飾るためにいろんなものがある。メロディーを引き立てるためにリズムがあって、メロディーを引き立てるためにハーモニーがあって、やっぱメロディーありきだと思うんですね。ただ、リズムって、まあ一種のメロディーなんですよ。だから、ドラムってその、 昔教えてもらったときに、3つ音が出ると完全打楽器みたいな。要は、えっ、ー、と、バスドラとスネアとハイハートって完全打楽器。シェーカーって完全打楽器じゃない。要は、高い音とアクセントしか出せないから。じゃなくて、3種類の音が出ないと、要は中期、低域、高域が出ないと、やっぱコンガとかも完全打楽器だけど、打楽器として、やっぱりこう、不完全な楽器っていうのと、 っていうのは、三つ音程があると、要はシージャンブルースなんて音程がね、二つだけで成立してるわけだから、三つ音があるともうメロディに聞こえちゃうんですよね。だから、からある意味もう完全な楽器でやってると、これはもうリズム音メロディの一種なんじゃないかなって僕は考えています。 はい。書き出した本も理解するってことですね。これ、これ右と左、別々ですね。だから、ジャズの場合はね、こう、こっちだけで,でいいじゃないですか。A, B, 8, 8, 8, 8。昔ね、佐山正宏さんにね、えっ、ー、と、こう、みんなに、あの、この曲知ってるって言われて、あ、ちょっとうろ覚えですって。あ、じゃあ、みんなコード書くわって言って、譜面にね、あの人本当に、これぐらいの紙にパッパッパーって、こう、ハメロディなしでもハーモニーの木をバーって書いてって。では、ああ、黒田お前にもいるよね。って言って、えっ、ー、と、これを書いてくれました。 <laughs> あのー、え八8888 88。<laughs> AABA って書いてあって。えー、これをわざわざ譜面でくれました。いらんわみたいな話ですけど、わざわざそうやって笑わせてくれましたね。えぇ、ー、ほ素敵な人だったんですね。本当にに佐山さんね。今はね、あのー、もうお亡くなりになられてしまいましたが、本当に僕はお世話になりました。はい。えっ、ー、と、こちらですね。こちらがこうポップスの場合とかね、イントロ8で、A, A、A2、B、C。ポップスの場合はメロディが3つ出てくる場合が多くて、A が、 え、前も言ったみたいにバースで、B がプリッジで C がコーラスっていう風に読んだりします。で、A、B、C っていう風になってて、で、まあギターソロがあって、で、B 戻り、で、C、C、エンドってやると、こういう変則なところをうまくこうやって書き出しておく。これね、えー、だからこういう B のとこはちょっと短いとか C はあの長いとかっていうのがちゃんとこう分かってると、こういう感じで地図を書き出しておいて、今自分この辺にいる。で、ここ、だいたいここリピートするでしょ ?1 番と2番がね。 今2番で、で、ギター揃えて、そしたらサビ戻りで、エンドだったなーっていうのを覚えておくって感じですね。この間もね、えっ、ー、と、米沢美空ちゃんのライブやった時にですね、すごい楽くしい曲があるんですよ。で、それね、やっぱりこ、これで、いつも譜面を見て結構多いんですけど、譜面が長いから、だから楽しめないから、だから自分でこうかなりこう、この、こうやって整理して書き出したんですよ。で、整理して書き出したんだよ。もうほぼほぼ覚えてたんですけど、 譜面が落ちてですね。譜面が落ちたんじゃないや。えっと、譜面がね、1曲目と3曲目がひっくり返っててですね。ワン、ツー、スリー、フー、パッて決めやったらですね、みんなが決めやらずに、なんか全然違う曲、頭の中と違うメロディーが流れてて、自分はメロディーをね、要は、その、この、イントロのメロディーを頭に思い浮かべながら演奏するじゃないですか。いきなり食い違ってるわけです。うわーと思って、どうしようどうしようと思って、で、あ、曲が似てる曲だけどあれだったと思って、で、やり始めたら、 でも全部頭の中にこうやって入ってたんで、もう途中で譜面見るのもや、もう譜面拾おうかなと思ったけどやめて、完全に覚えてやてよくあれ覚えてたんでって言われたんですけど、やっぱりかなり複雑な曲でもこう、こどこが類似点で、どこからどういう風になってるか。要は、よくね、この、これ ABCDEFG って全部書いちゃう人いるんですけど、同じメロディーは必ず同じ風に区切っといた方がいいですね。そうすると、やっぱり頭の中に入ってくるんで、ABCE は、 いいはんだっけみたいな感じじゃなくて、メロディーってそんなたくさん出てこないんで、で、出てきても、まあ、4つか5つまでなんですよ。なので、それをこう書き出して、で、そういうふうにどういう構成になってるかっていうのをちゃんと理解するってことですね。イレギュラーな場合は、えー、こういうふうに、えー、過不足な小説を理解しておくってことですね。まあ、これはあの、えー、ちょっとこれ、ちゃんと完成してないですがえっ、ー、と、こう A の部分をね、8たす4たす2みたいな。これはあの、えー、アローン的やつですね。あれタララララララタタみたいな感じになってるので、まあこれ音痴なんでよくわかんないかもしれないですけど、8、僕、842って考えてますね。 で、確か2回目ねもは842で、で、B が8で、A が A、えー、らたたタタラタタ、ツタダッタ、ラ、ツタララ、たたタタ、たラらあ、8小節ね。だからここ84284288だと思うんですが、今そんな風に理解してるんですが、これね、メロディーやってるときはいいんですよ。これこの間ちょっと思ったんですけど、まあメロディー覚えてるからなんとかなるかなと思ったんですけど、 これね、アドリブになるとメロディーから随分離れちゃうんで、そうすると842だったら後ろが6だから33で割れるなとか、ちょっと数字的な分も頭に入れておかないとうまくいかない時がある。変則の時はね。変則の時は,は、不足のある小説をちゃんとこうやって書き出して理解しておくっていうことですね。これは非常に大事だと思います。これは僕のね、考えですね。 以上でございました。えー、譜面はですね、えー、地図みたいなものですね。ガン見せたら危ないよってことですね。譜面を、要は、地図をこう見ながら、こうやって、こう、ハンドルがある、ここに地図を置いて、ずっと、地図ばっかり見てたら、 そうすると、こう、危ないんですよ。今何が起こってるか。地図と違うことが起こったりするし、あれここの地図ではここサークル系だけど、これ、サークル系じゃなくてファミマになってるみたいなね、のがあるわけじゃないですか。だからそういう、こう、あ、今、ここだからこうだろう、みたいなのがやっぱあるんですね。だから、そういうこう、感みたいなものを、やっぱ実際は耳で聴いて演奏して、耳からの演奏の情報自体がやっぱ半分以上占めるんで、譜面っていうのは、その、多分、 2割、3割ぐらいだと僕は思ってるんですよ。ただその2割、3割もやっぱりかなり大きな自分の中では大きなものなんで、ここら辺をちょっとうまく。ただ地図みたいなもんなんで顔見しするんじゃなくて、ある程度ざっくりと頭に、これはドラマーだからっていうところもあるんですけどだ、あの、全体を見てないとドラマってやっぱり良くないんですよね。だから全体の大きなこう、構成っていうのをやっぱり覚えておくっていうのはすごい大事かなと思います。 というわけで、えー、本日は以上になります。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。 ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは、今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。